えー、金メダル覚醒剤効果も切れてですね内閣支持率最低というかもうすんげえ数字になってきた25.8%というこのとんでもにゃ数字をですね本間さんと語っていきたいというふうに思うのと、まあ、あとやっぱり横浜市長選挙ボロ、うん、負けでしたね<ー>、はい、菅さんの側近が同う喝までしてたのになんかあの地元のゼネコンに お,いお前、お応援せへんとぶっ殺すぞみたいな、なんか、恫喝までやっていて、で、えー、なんと横浜を地盤とする菅さんのお膝元で、これまたおじいちゃんの代から、あの横浜を地盤とするおこのぎさんが、なんか、ね、ポットでの,あの人に負けるという、もう、すごい話だよ、これは。 そしてなんとこのぎさん引退ということでいやー金メダル覚醒剤効果続かんかったねーっていうことで<ー>まあそんなわけであのー、内閣支持率でね今回のこれオリンピックについてこの時期に開催してよかったと答えた人が減ってオリンピックに関してもですねだん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 あれやっぱりダメだったんじゃねみたいな感じになってきていて。 まあ、これはこのあたり含めてですね、本間さんとちょっと話をしていければいいなというふうに思っています。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。いや、支持率発足後最低更新って、なんか毎月最低更新っていう数字を見てる気がするんだけど。すごいよね。ー最低更新やればやるほど悪くなっていくっていう。いや、オリンピックでちょっと上がるかなって思ったんですけどね。全く効からなかったね。 いや、うん、オリンピックなんかやったってどうせその間にコロナが、うん、コロナの数字が増えれば無理に決まってるって話はオリンピック始まる前からしてたじゃんそういう予想が出てるわけだからさうん、うん、8月の1週ぐらいに2000人とか3000人は超えていくっていうねもうね、うん、あれが出てたわけで、うん、であればそんなの,コロナあのオリンピックどころじゃねえやっていうなるに決まってたわけで。うんうん いやーだからほんと不思議なんだよな。なんでできるとおできるという要するにオリンピックで国民がみんなわってなるって思えんのっていうねあのありえないでしょって、うん、あの君たちの読みっていうのは一体何から構成されているのか。うん 全く不明,不明だよねだことをこの一連の支持率が、まあ、舞い上がらないとかさ、うん、あの感染者が増えますよっていうのは、うん、僕らが1ヶ月このオリンピック始まる前に言ってたっていうのはさその前のその頃の動画見てもらえば分かることじゃない、うん、ずっと言ってたずっとっねで我々はさでもさ 別に政府のさ、人間ではないからさ、うん、そのなんか誰も知らない超極秘情報をもらって喋ってるわけじゃなくて、だったらその日のデータとかさ、うん、そういうのを見ながら客観的に見たらこういうことだよねっていう話をしてるに過ぎない。うんうん、なのに、いや、そうはならない。オリンピックスタイルあれば、もう。 あの支持率爆上がりになるんだっ,ってさ一体どういう思考回路があればそういうふうに物事を考えられるのがほんと不思議だったけど、うん、もちろんそうはならなかった。うん、でさらに横浜市長選とかいう本来であればこれ国政選挙とは全く何ら関係ない選挙をさうん、うん、<laughs> ぶち込まれて、うんうん、で そこに愚かにもう菅君が手出しちゃって自滅するっていうさ。いやーもうボロッボロやねね。えっとね、あのー、おこのぎさんが32万で、うんえーた、山中竹春さんがなんか5一万とか50万,、うん、50万秒とかで。うん、うん これ不思議な選挙でね、なんで現職の林文子さんが出たのとかも含めてさ、なんでって、なんかよく分かんないですよね、ちなみに林文子さんがあの辞退して、小此木さんに統一されていたら、小此木さん勝ってましたよ、これ金差で。林文子がや約20万票ぐらいあるからね。うんうん だからかまあ正確に言うと<ー>横浜市長選挙は、えー、山中武原さん50万6392票、えー、小の木八郎さん32万5947票林文子さん、えー、19万6926票なので小の木さんが出なくってあ林さんが出なくって小の木さんに集中してたら勝ってたと思う。 そ,うだね、でそして何より田中さんが伸びたそう19万票も取ってるうち,うちの番組ーも出てくれたけどね、うん、<laughs> 話し聞機い人やったらあの人 <laughs> すっごいよかったこういうキャラだから <laughs> やっぱりじあのダム止められたんだって長野県の時に。 まあきっとそうだよね。あまあでもまあお膝元で負けたわけですよ。うん、しかもポット手じゃないからね。おこのぎ八郎は。すごいよ、うん。もうあれだよね。輝く世襲バッジだからね。うん、すごいよ。まああのおこのぎ八郎さんね、あの他のそのえー、っと一月万斬の安富さんの回と。 佐藤さんの会ではすごく取り上げてるんですけど、ちょっと本間さんの番組しかね見ないという熱烈な本間ファンに向けてですね、ちょっとおさらいをしておくとですね、もともとですね、おこのぎ歌たさん、ね、あの、あ歌じさんか、おこのぎ歌たさんっていう人がいて、でこの人があの横浜市,市会の議長だったんですよ、すごいもう戦前、明治生まれの人。うんうん、で その次にその息子さんの小此木彦三郎さんっていう人がいてでこの人の息子さん三男が小此木八郎さんなんですよねうん、うん、だからもうそういう意味ではもう100年ぐらい続いている利権ぐらいの勢いなんレなる一族じゃんい,いやほとほとほと顔はごっついけどな、ね、うん、でえ小此木八郎さん今回落ちた小此木八郎さんのあのー、お父さん おこの彦三郎さんこれが菅さんが、えー、法政東京出てきて法政大学卒業した後にあのに秘書で勤めてたところで12年ぐらい秘書で勤めてて「うん、すごいよパワハラの嵐だよ」この菅さんのこの本に書いてあるけど<ー> <laughs> なんかあのえっ、ー、と運転とか秘書だからこうするじゃん。 うん、それとかをなんか彦三郎さんとかがあのお父さんね八郎さんのお父さんがバーンって後ろから座席とか蹴って「早く、うん、やめちょい!」って言われたって官房長官時代の本に書いてるからね。書いてあるんだよっぽど裏見つらみなんだよ。ほかにもいろいろ書いてあるいうふうにやってさ女性議員いたじゃん一人なんか。それこのハゲネーの豊田麻衣子ですよ。 すごいで、ね、しょ今だったら、えー、SNS にアップされて議員辞職ですよ <laughs> ねえすごいないや他にもねあんだけ一生懸命さ支持したのに支持っていうかその、えー、彦三郎さんに仕えてね、えー、初めての選挙出るということになった時に彦三郎さんにはしご外されたと。<laughs> でその時に自民党のすべて嫌な部分を私は見ましただってこれ官房長お前40年ぐらい前のこと岩わなりでに持ってるんだっていう持ってるんだろうなすごいよこのじゃああれなの今回は、うん、表向きは、うん、おこのぎくんを応援してるふりをして、うん、実際は落とそうとしてたの私の読みではそうです ホラーじゃんお父さんにずーっとずーっとこう虐げられてきたのを息子で恨みを晴らしたんですだ世界政界引退にまで追い込んだんだよお<え>このさん、ね、やんなくていいじゃん、ね、次だってあの出たら別に普通に勝てたと思う衆院選挙まあそうだよねうん、うん まあ衆議院辞めて、うんね、市長選出ちゃったからさ、うん、またもう一回ゼロから衆議院選挙って、まあ、やればさ、うん、勝てるかもしれない、ね。勝てる、勝てる、勝てると思うよ、俺。だって今回の件で、あ岡小野さんっていたんだって思い出した人いたと思うもん、前哨戦で、うん。だよね。菅義偉のね、40年ぐらい前の怨念を。 系にはまったんす,すげえな、おそんなすごいのいや俺はなんかだって、いろいろおかしいもん、なんでやめる必要があんのって。ええ。うん、いや、ちょっと怖いんだけど、八墓村みたいに何十年も前の御年がさ。<笑><笑>そ,そ,そんな感じ、そんな感じ。<laughs> 本当だよいやいやいや。そうすると、何、菅はそろそろあれか国会の周りをこうやってこう <laughs> の頭の鉢巻きにさ、こうやってあれ、ロうそく立てて。 走,走る <laughs> の？よ走るこえ。安倍とかいい。安倍議会阿蘇って走るんだよ。<laughs> こう。え <laughs>、だっておかしいと思わない？これ官房長官になった時にいまだに恨みつらみ書いてんだよ。これ横浜市議会に初めて初当選した時の会議録みたいなね。 そういう本じゃないからね要するにもう三十年四十年前に受けた仕打ちを未だにこたってんだようん、ん恨みつらみこもってるってああ。怨念の人なのね怨念です怨念でもさそれでそれやっちまって、うん、奥の木をぶっ倒したのはいいけど、うん、すぐ自分もぶっ倒れるかもしれないじゃんいいんですよもういいのいいのよ 安倍と麻生をこうやってもう引きずり下ろして自分も沈んでいくんですよ、こう。あの、粉木じじいみたいに阿部と麻生に今こうやってくっついて、あの海に沈もうとしてんです、僕、ブク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 それはそれでさ、うん、いいんだけどさ、やってもらう。ただ、国民が偉い目にあってるっていうね。国民をね、<laughs> 道連れにしないでほしいよね。うん、あのー、なので、菅さんのルサンチマン、恨み。 とかに気づられて、えー、国民が巻き込まれてるっていうことです。もう絶対にすごい迷惑じゃん。<laughs> だ,っ<て>だったらさ、うん、本当、あれだよ。この彼して、鬼殺そか、なんで、<laughs> 直接やりに行ってほしいよね。<laughs> <laughs> 直接さ、国会あの議員会館の議員、事務所んところに。マジで あれはねあれは日本映画史上に残る名シーンだよ。うん、あの怖さ。うん、でも、菅ならできるかも。<laughs> できるでしょ。まあ、それにしても本当、うん、18万秒差ってのはすごいよ、ね。うん、もうさ、あの、ほら、大接戦でさ。うん 数千秒差で負けたっていうのは、うんなさまだ顔がなん,とな,なんとか顔が立つけど18万秒差じゃお前言い訳なんか何にもできないじゃん、うん、だって相手の方が組織が上だったとか、うん、相手の方がああだったとかこうだったとかさ18万ってすげえよなだって、うん、だって林と3位の林と4位の田中さんが、うん まあかろうじて19万秒なわけだからうん、うん、それぐらいの差があるって言わるでしょ、うん、だって。当的だよなこれはでもすごい数字だよ、ね。うん、でやっぱりあのーね、まあいろんな新聞とかの分析にもあるけれども、うん、最初はさ IR が争点だったと。うん、っていう話だよね。うん、まあそれはその通り。 で IR 争点だったんだけどなんかいつの間にかに、まあ、いつの間にかっていうかやっぱりコロナ患者がバンバン増えてきちゃって、うん、それでうんとその争点がコロナ対策どうするんだ、うん、でその時にこの居並ぶ8人の中に、うん、たった一人だけ元医療関係者がいたっていうね。 あれも違うんだけどね <laughs> 医療関係者っていうよりか学者でしょ医学部教授だけどコロナの専門家ではなくって統計学の専門家、うん、でしかも、えー、多分私よりコロナについての知識がないですうん。<laughs> ない <laughs> ないない ないんかいないんですよ、<laughs> いろいろ間違っ唯一の,唯一の,あとあの唯一の医療専門者っていう話じゃないいや、唯一のコロナ専門家。あそうそで,、うん、で、お前、何の専門家なんだよっていうふうに言われて、本人が、いや、あの専門家っていうわけじゃなくて、統計の専門家ですって、あの訂正してました。<laughs> 本当<に>、うん ででもそれで票が集まっっちゃったわけだ,だってそんな本人が「いや私統計の専門家なんですけど」とかって言ってるんだけどあのー、もう、えー、立民社民と共産党みんなでコロナの専門家コロナの専門家コロナの専門家って言う,うも言いまくってそれで通ったってすごいよねすごいまあこの際言っちまったもん勝ちだからねああいう短いあのー、選挙期間が短いさ <laughs> あれ、うん、あれで あのコロナの専門家って治れるんだったら多分私をコロナの専門家一つきましーズンですとか絶対これ言えるとなるほど <laughs> <laughs> すげえなまあそうね、うん、面白かったあれん<ー>なかなか強烈ですよあれとなまあ専門家って誰でもなれるからな二三<ー>日でうん<ー>でもこれはでかいこれもう本当にあれじゃない<ー>ここ数日さん で自民党の中でやっぱり総裁選やろうかって話になるよね、うん,うん。もう。じゃないと、持たないよね。うん、総裁選をやって議員や、衆議院議員選挙、だって衆議院議員選挙その前にぶち込むってのはちょっと厳しいだろう、やっぱり。だって、だってもうあの人気がないのは明らかだからね。うん 菅田をトップにしたまま衆議院選挙ってもうできないんじゃないただですね、んまさん、うん、これはもう、あの安倍とか麻生に関しては、この選挙結果が出る前までの情勢ですよ。ううんうもうあの菅に屈服してますね、なんかそういうつ、ん、うの、ん。 でもうなんか石破さんとか小泉さんあたりが「すごいん万歳すがいん万歳、うん、次の総裁はすごいしかいません」とかって声なんか <laughs> だけど今回の負けっぷりはねいくらなんでもまずくねっていうなあ普通そう思うよ、うん、ただ安部さんがううあのーうん、持ってるあの弱み握られてる点はあの広島の河合デ里 うん、1> の1億5,000万疑惑の証拠を二階さんが検察から返してもらってるから、うん、二階さんが「<laughs> これバラしてええんかお前」ってうに言われて「ヒヒーやめてくれさゃい」っていうふうにだからもう今何気に大安東ですよ大う<ー>絶対そうだようん,うーんで自分の保身をさ でもほら自分の保身を結局さ、うん、安倍がね、うんうん、自分の保身を最優先させてさ、それでも菅だとか言って、それで大量に選挙に負けたらさ、うん、まあ、そういう、もしそれで自民党が矢に下るみたいなことになったらさ、うん、そもそもそういう資料、二回を持ってたって、の意味もなくなるんじゃないまあね、だからどれぐらいの負けっぷりになるかっていうところですよね。うん だよね、うん、で、この今の状況ではさ、うん、まあ、パラリンピックってさ、政権浮揚の足しになんか全くならない。全くなら、うんうん。で、この2週間、もし何もしなければ、もう、あのー、今でさえさ、うん、あの野戦病院に転用した方がいいって話があるわけじゃない。うん、で、これ、毎日言われるわけよ、これから。そうね、ずっと。 だからず、もうどん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 またその間の不満がたまってくるよね。うん、だって感染者は増えていく。で、パラリンピックとかやってるから、そこに医療ソース裂いちゃってるから、うん、余裕がねえって話、何回も出るでしょ、これから毎日さ。うんうん、で、さらに、野戦病院やるのに一番いい、交通機関、交通アクセスのすごくいいところに立ってる、ああいうあの、うん、アクティクスセンターとかなんとかっていうのを、うんうん やっパラリンピックやってる間はちょっと使えないんでちゅうとかって言ってたらさ、うん、ふざけんなバカ野郎っていう声が、うん、ますます大きくなるわけじゃない。うん、だからこれ2週間後に作ったって誰も褒めてくれないぜ。うん、だって <laughs> 野戦病院はさ。<laughs> マンマンとかってこうなってるところですぐに立てるから意味があるのであってグーッてってね「あっパラリンピックやってるからごめんごめん2週間後に立てるわ」って死んでるしっていうあそれでも日本の陸軍よりはいいけどねまあ日本の陸軍はあのー、負傷者がいたらとりあえずぶっ殺して、えー、玉砕したってことにするっていう悪しき伝統 <laughs> もう何なの 伝統ではない、<何>あの、明治のさ、うん、ロシア軍と戦ってる時までは、うん、一応、兵隊の間にも騎士道、騎士道精神っていうのがあって、<う>捕虜はに対してはあのー、なんていうの、人道上のちゃんとした扱いをすること、うん、で、捕虜になっても、なってもいいとは言わないけれども。うん 別にそのなったからといって、行き恥がどうたらこうたらとか、うん、そういう話ではなかった、玉砕、うん、とかなんとかっていう言葉が生まれたのは、太平洋戦争になってからだから、なんでそういう言葉が生まれたかっていうと、あの物量では絶対に勝てないアメリカ軍に、一つだけとにかくあの抗えるのがあるとしたら、もう人間のど根性しかないと。 いや人間のどこ死んでも戦え <laughs> 死んでも人間のど根性っつったってないやもちろんかなわないよ、うん、だって向こうにもど根性あるしんそうよもちろんそう <laughs> でだけどほらアメリカ人はさあのー、アメリカ人は繁栄にしたってみんなね、うん、だらしないとかさ、うん、本当にそう言ってたんだから語るカナル戦まではさ 日本軍が野襲をかければアメリカ軍は逃げていくってそうやって教育してたんだよ。うん、あーっつって何千人で突撃かけてみんな機関銃で一斉装飾やられてみんな全滅。もうバカだよ。なことをやってきたわけですけど、うん、まあちょっとこのこう、まあ、それはでまあそれはそれで話をこっちに戻すとうん。うんう これ2週間以上、野戦病院も何にもやらないでパ、パラリンピックああパラリンピックダーツそこにまたが学生まで学徒動員、うん、してさ、<laughs> ますます評判悪くなるだけだよね、うん、これねますますだめになってきますよ。うんう どないすんねどんないすん <laughs> 起死改正の手があるとしたらパラリンピック明日だけど、うん、明日パラリンピックの中止を発表、うん、ああそうねで、うん、であさってから野戦病院やります、うん、起死改正で,、うん、でもうとにかくもう一心不乱そればっかりやります、うん ついでに国民の皆様には一律10万円をお配りいたします。うん、で、てありゃ、さ、選挙、うん、10月の選挙なんかなるかもしれないんね。うん、でもやってえよな。きっとやらない。それやったら、なんとかあの、まだちょっとましなんじゃないまだ、まだね。それですら叩かれると思うけどね。もちろんもちろん。うん、もちろん叩かれる。うん でも手は打ってるっていう感じするじゃん。うん。あ、何回頑張ってんだなぁみたいな感じはする。うん。うん。でも今の状況をこのまま続けたら結局お前ら何もや,やんねえ気なんだなこの野郎みたいになる、ねうん、なる。うん。これはこう危険だと思うけどなぁ。 でパラリンピックかパラリンピックの選手の間に感染者とか出てさ、救急で運ばれたとはさ、うん、もしそんなことが起きたらね、うん、ちょっとどうなんすかね、でも、なんか、まずすごい不思議なのが、オリンピック金メダル効果で、こういうなんだかんだをごまかせるって思ってたっつうのがすごい。 ごまかせなないってそんなの、うん、もうこんな金メダル覚醒剤効果はさもう消えたと思う、うん、もうほぼ消えてるうんうんあのー、前回のオリンピックとの最大の違いはさ、はい、前回のオリンピックだってそのその頃菅はどこにいたのか知らねえけど、うん、彼だってまさか会場で見たわけじゃないわけよ 彼だってテレビで見てたはずな、うんっていうかっていうか会場に行けた国民はほぼほんの一握りなんだから、うん、ほとんどの人がテレビとかラジオで見てたわけ。うん、でもそれでもなんかさ共通体験というか成功体験として残っている人が多いのは、うん、結局例えばその頃例えばまあ都内にいればだけど街の中歩いてればさ ななんんかかオリンピックにみんな浮かれてたわけよ、うん、海外からやっぱり客もいっぱい来てさあー随分外人さんが多くなってきたなーみたいなさ、うん、でそういう外人さんに道を聞かれたとかさ外人さんを家に入れてもてなしたとか、うん、なんかそういうそういう自分の体験も重ね合わせて持っているうん、うん、あの山頂映画「三丁目の夕日」みたいにさ目の夕日ねどん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 しとこうができてきましたと。うん んで日本橋なんかもう、あのー、あれ天井がなくなってしまう天井じゃなくて、あのー、上野の晴天が見えなくなっちゃうようなさジャンクションね、うん、ジャンンクショもできちゃってさうん、うん、とかねそういうのを見ているというのがやっぱり、あのー、オリンピックはテレビでやって、うん、で自分の生活にもやっぱりオリンピックが何がしかの影響があって、うん、だからみんな覚えてるわけ。 だけど今回の場合はもう本当どこの道歩いててもオリンピックのおの字もないっていうところがすごく多い、うん、当たり前だよね、うん、だって、うん、あの海外の観光客海外の観光客を入れなかったっていうこの影響のでかさってそういうところに表れてるわけ、うん、でもちろんその会場周辺にはポスター貼ってあったよ、うん、あそこ信濃町のさ、うんうん、駅とかさそりゃそうだよねだって会場の目の前にあるんだからさ。うん スターぐらいあるだろうこれぐらいはないと困る。だよね。うん、でもそれ以外の駅なんかないから、うん、そんなの。隣の駅でなんか何やってんだっけっていうぐらいのレベルでさ。うん、で、だからほとんどの国民はやっぱりもうテレビで見るぐらいしかない。うん、で、国民が記憶してるのってさ、金、銀、銅のメダル取った選手のことしか記憶してないでしょ。うん それ以外の選手のことなんて、きっとものすごい速さで忘れていくよ。うん。うん。言っちゃ悪いけどね。だってさ、金メダル、えっと、27個だっけうん。全部覚えてる人いたらマニアだよね。まあ、マニアだよね。うん、だから、金メダルってさえそうなのうん。自分の、まあ、ある程度、思い入れのある選手以外のことなんか、覚えちゃいないでしょ。うん で、それだってさ、テレビで限定的に見ていただけで、うん、自分の生活とは何もリンクしてこないっていうね、うん、そういうやつ、そういうきあの記憶ってさ、あっという間にこう、忘却していくからね、うん、はっきり、うん。ですから、オリンピックのメダル効果なんてものはほぼない、もうないと思う。それがもうだって、内閣支持率と世論調査に出てますよね。 ね、オリンピッこの時期にやってよかったですかって言われて、いや、よくないが、上回ったっていうのは。うん、うん。で、これ、多分もっともっと上がっていくと思うよ。うん、うん。1年後に今だから、そうだよね、うん、あの、ほら、オリンピックやった直後に、あのー、読売とかの調査だと、オリンピックやってよかったっていうのが65%ぐらいあったじゃん。うん、あった、あった。あったよね。 何パーになってんだか分かんないけど、かなり減ったみたいに書いてあるよね。やってよかったが減ったって、うんうん、そんなもんなんだって。だって、その間中に、その間に結局コロナがものすごい勢いで感染爆発してるから、うん、もうオリンピックいや、あのオリンピックでさ、日本がね、金メダル100個ぐらい取っていれば別だったよ。うんうん、でも、実際はそうじゃなかったしね。うん 内閣が、あのー、命運をかけていた池江ちゃんは結局1個も取れなかったわけじゃない。うん、へなへなやった。ね、そういうさ。だからやってみないと分かんないんだからさってずっと言ってたじゃん、俺たちも。うん、<laughs> やっぱりやったら取れない。だからそしょうがないよね。勝負は水物なんだ,、うん、だ池江ちゃんが悪いって言ってるんじゃなくて、ねうん彼。彼女を 思いっきり政治利用しようとしてさ、もう金メダルが出たらお前もこれでも一晩中下がで見せるぞみたいに、見構えてたわけじゃんよ。一晩中下がりで見せるぞ。きっとさ、菅なんかさ、バンザイやってる写真とかさ、ツイッターに載っけたと思うよ、きっと。<laughs> まあ、菅さんのツイッターも本当に金メダルバンザイ、金メダルバンザイ、金メダルバンザイしか。 だよね、<laughs> せめて銀メダルと銅メダルも褒めてやれよって厳しいなって思ったからさ <laughs> だからさあれもね結局は金メダル取れないと褒めてもらえねえのかって話じゃないよ本当になんか嫌な話でさメダル取った人間しかさ名前が残らないだけど日本選手だって500人ぐらいいたんだぜんねねえ確か。 その中でメダル取れた人は58人しかいないつまり10分の1しかいないってこと、うんうん、それをねそれでお前それでなぜ支持率が上がると思うのかって本当にまあ最初に言ったけど謎中の謎だけど、うん、まあそう思ったわけだ、うん、そしてそれは外れたわけだ、うん、でそこにさらに横浜市長選の もうう大惨敗が乗っかっっかててくるっていうねすごいよなすごいよこれね <laughs> 超反爆地で言うとねずーっと反に張り続けてずっと外れ続けてるみたいなさ <laughs> よくそういうこと言われてようござんすかようござんすかっていうふうに言われて菅さんが「反」って言ったら「超クソオリンピックで負けたクソここは松島選挙起死回生ということで <laughs> ダン んすかまた負けたーってやつで、ね、これずーっとそうなんだそれでそれでパラリンピ,パラリンピックもーっつって負けそうみたいなしかもずーっと同じ目張ってるからうん、うん、あのいやーこの前前回半だったから今度は長かなとかそういう発想してないかど <laughs> ずーっと半 <laughs> <laughs> あ負けるすごいよな本当に理解不能だって本当にまあでもあのー、菅さんはね自民党を壊したい人だから前から言ってるけど俺はそういう意味では大成功ですよこれはいやそうだけど大成功そうだけどねうんうん すごいことだよ、当。<laughs> そとに、ね。それで本人がいいと思っているなら。いや、さすがに意識的には思ってないけど、無意識はそっちに引きずられてると思うな、俺。そうか、うん。私の勘ではね、そんな感じです。でも、そのためにとにかくね、我々を巻き込むのはやめてほしいよ、うんまあね。うん さあアビコシはだからさ、ワクチンが1週間に400本しか来ないんだから、なんとかしてよって、もうちょっと。うん、それでさあ、なんかまあ、早く打って、早く打ってって言われたってさ、12時から申し込みするからって、12時1分にいで繋いだら、エラーになりました出るのよ。うん、これでどうやってワクチンを打てばいいんですか、うん、ね。うん 本当になんかもうやってることがめちゃくちゃだからな。うん、これはやっぱり医療関係者からだってみんなからそっぽ向かれるよね。うん、当たり前だけどさ。今自民党に入れようと思うやつらって一体どういう考えや、うん、あ,あまあ伝統的に、まああとなんかやっぱり、ねうん、自民党に入れときゃおいしい思いができるとかそういうのがあるのかもしれない。まあ、うん、でも。 タボローよね本当に、うん、いや今日っていうかまあ昨日の夜から自民党の中は大安党大安党やってると思う、ね、絶対やってるやってるよねもう強烈な自民党の戦いになってるもう NHK で頭角バーンって出た瞬間もう,うわー <laughs> 石破さんもさなんでやんな 横浜市長選挙の結果見てから言えばよかったじゃんいや石破さんはもう「すがりんこそ次の総裁にふさわしい」今「今いくら支持率が下がったとしても次の総裁に出たいなら」というのは言うお口に出すのもけしからんみたいな,なんかそういうこと言ってたよだよねお言うてた言うてたでもこれ3か月ぐらい前からそういう傾向だからまあずっと干されちゃってさ、うん 痛い面見てきたからね、うん、僕も最近あれなんだよあまりにも暇だったからずっとあのプラモデルガンプラ作るのに忙しくなってきちゃったから今首相とかやらされても忙しくなっちゃってガンプラ作れなくなっちゃうからやだなーとかってそう思ってんのかな <laughs> ガンプラいかかよ首相 <laughs> ンプラかんぷらいかってことはねーないかな、うんうん、まあそうねうん,うんいやちょっと早すぎたよね待って黙ってりゃいいのにでもそれぐらいあれ,あれ言っちゃったからさ、うん、もうだって目ないでしょ次のうんだってもう立たないって言っちゃったわけでしょ二、うん、3日前、うんうん、ほんで横浜市長選で大惨敗したからやっぱり俺立つわって それは言えない言えない言ええなないいよねんか岸田なんかさ一応ずっと黙ってて、うん、昨日な昨日ぐらいになってやっぱ出ようかなみたいな思い出して順当だよね、うん、うまあ小泉が出るってことはまあないとしてでも河野ちゃんは出たがるだろうね当然。 だけどまあ安倍安保の頭が本当に抑えられてるのであればそんな無理だからねまあそうなんだけど、うん、そうなんだがちょっと今回の横浜市長選挙の結果でねこの辺りは佐藤さんに聞きたいところではあるがだよねだいぶあんな負けっぷりはさすがにあの負けっぷりは衝撃で,、うん、で例えば広島の河井案里 の失脚による補選があったじゃないですか、うん、あの時1億5,000万円の疑惑があった時ですらですよ野党と与党の候補は確か3万票そ差5万差票だったんだよもうほとんど。うんうん、33万票 VS30 万票だったからうん、うん、今回だって大臣が出てきてさ。 元ね、国家公安委員長って閣僚だから、うん、おこのぎさんが出てきて、うん、で広島補選の時はねなんかあの相手が、えー、自民党が出したのってなんか経産省の官僚元誰あんたみたいな、うん、なんかそういう人やったからねそうよまた、うん、く無名だったわけでしょ、うん、だけど今回はさ、うん、もうプリンスプリンスっていうほどの土地や ないけど、うん、まあ一応華麗なる一族でしょ、うん、おこのぎ一族だったわけだもんね、うん、おこのぎ一族で国家公安委員長までやった、うん、とはいえ彼ってえー、っとなんだっけ当選何回だっけえっとおこのぎさんうんもうかなり当選してたけどうんかなり当選してたと思いますよしてたんだがだが、うん まあ国家公安委員長なんて別にさ誰がやったっていいわけよ。うんまあね。うん。あのどうせお飾りなんだからね。ちなみに8回です。8回当選しててさ、うん、大臣経験ないよね。うん。干されてたてつまりつまり、その程度の罪だっていうふうに思われてたってことだよね。いやでもこの人のね、面白いだよ小此木さんって、1993年の選挙。うん。 にえー、こう初めて出たのよ1993年国会議員の選挙、うん、でその時になんとですね市議やってた菅さんがあのー、なんかちょっと動いたんだよねで2回目の選挙の時に菅さんが市議やってるから安心してるなって思ったら菅さんがいきなりおなんか同じ区あたりで。 出ちゃってさでそれでおこのぎ八郎さん落ちたんだよね。おだけど補欠選挙で、えー、なんとか、あのー、復活したっていうそ,、えー、そういう流れがあるんで結構だからそういう意味ではおこのぎさん八郎さんはあのお父さんが亡くなってからね菅さんに「えー、えええええ」って結構やられるんだよこの人。怖いわ。 あああそうか、だから安倍政権7年でも大臣になれなかった、ねうんだけだって官房長官だもん、ね、菅さんがうね、ん、だから大臣なんか絶対しねえと思ったんだけど、うんうん、そうやって聞くとつじつま合うよな、うん、でまあ、小翔はねなー、8回も当選しちゃってっからな、あの桜って7回当選で文科大臣にしてやったんだからなって <laughs> 言って、国家公安委員長。はい 国家公安委員長ってだから大臣序列から言うと一番端っこにいるからうん、うん、そうですねうん別に何の仕事もないしさひ、うん、一言で言っちゃう、うん、警察とかなんとかからの報告受けてあの余計に計らえっていうだけの仕事だろ怖いね <laughs> そのプリンスも玉砕 18万秒じゃ極砕でもないな。なんか通り道に立ってたけど跳ねられたぐらい。<laughs> 通り道に立ってたけど跳ねられた。<laughs> っていうレベルだよね。うん、スコーンって跳ねられて。<laughs> <laughs> メートル飛んでたっていうぐらいのだよ、うん、これ。いや、でも、かなりの安東がこれから。 あるね。うん。間違いない。横浜市長選挙でこれだけ負け、で金メダル効果も切れない、内閣支持率最低、それでも菅でいいのかっていう。普通だったらよくはないと思、ね、うん。普通ならば。でもさ、こんだけ視聴率が、視聴率じゃない、ごめん、うん、支持率が低くなるとさ、うん、これで菅のままでいこうかって、いくら今ま、き昨日までいくら2回とか、うん 安倍麻生がそれで決めてたとしてもよ、うん、ちょっと収まりつかないんじゃないの、まあ、あとは菅さんがどれぐらい何を握ってるかですな、うん、いやーもうでも結構私はこのまんま行くかな菅さんで行っちゃうんじゃないかなぁマジでって気がせんでもない だからもうこればっかりはねあの朝日新聞じゃないけど時々刻々だからさ <laughs> そうねもう、まあ、そうだねもうこればっかりは分からんまあだからあのちゃんと見てかなきゃダメだけど今回の金メダル効果なし内閣支持率最低でこれだって横浜市長選挙がある前の世論調査だからね結果が出る前のやつですよねだからだいぶまた下がると思うよ、うん 下がるだろう、うん、これからやる支持率調査ではみんなの並み下がると思う、うん、それ,これ上がったらすごいよまあ上がったらびっくりよね <laughs> 上がったら、ね、なぜ上がるんだなぜ上がったんだって感じだもんそれだったらそれはない、うん、それはないだから下がるいやー内閣支持率最低 えー、おこの木さんも負け、金メダル効果も薄れ、野戦病院も立たず、うん、まあこれでもし自,自民党、公明党合わせ、次の選挙で連立しても過半数届かないなってことになったら、総理大臣、どうやって選ぶんや、みたいな。ね、うん。恐ろしいそれで面倒だから。うん 負けそうになると、じゃあやっぱり小池でも引っ張るかみたいな、めちゃくちゃな話が出てくるわけだろ。もうでも小池さんは間に合わないでしょう。間に合わないと思う。こんだけでも、パラリンピックは子どもの教育にとか言っといて、うん、9月4日にパラリンピック終わって、月5日に辞職、うん、<laughs> 感染拡大のきっかけを作ったとして、辞職。 選挙出ますまさかそれはないでしょうよ。やっぱそれをやまあでも彼女ならやりかねないっていうのがやっぱりね常任、うん、じゃないっていうことだもんね。うん、まあなあ9日間もほら休んでゆっくり戦略を考えたわけですよ。うん いやまあでも支持率は最低になりこれが菅さんの計算通りなのかそれとも大誤算なのか内閣支持率最低普通は大誤算だだってでも全然ショック受けてるように見えないよ菅さん謙虚に受け止めたいと思いますって都議選と同じこと言ってたよ彼は衆議院選挙で負けてもそう言うと思う 結局だ,だから、気にしてないんだって、自民党の下吉ず恨み晴らさずで奥道がっていう。そういうこと、そういうこと。本当なのかな <laughs> そういう意識がゼロとは言わないけどさ、それやってたら自分の自分のバックボーンすべてぶつぶすってことになっちゃうじゃん,うん。もうそれでもいいとすら思ってるような気がするぐらいの破壊心です、私から見ると。 そうなんだけどさで、確かに破壊神としての役割は果たしてるよね、うん、すごい勢いでうん、うん、いやーれだなそれとも気力体力の衰えとか言っていきなり退陣か い <laughs> <laughs> いやでもそれはまああのアイラの記事によると一切漏らしてないらしいよ。ね、うん。そう言ったよね。うん、なぜなんだってみんなが不思議やってのそうそう,そうこんだけひどい状況になっているのになぜなぜすごいねひどくないんだよだから破壊神の思い通りだったよ。破壊神 <laughs> クラッシャーすごいなまあでもどっちにしろこれからの大安とこれはねあの選挙に向けて一体どうなるのかでプラスあのパラリンピックでどれだけ子どもが感染するのかもきちんとウォッチしていきたいなと思っておりますまあそんなわけでねあのそういうのを続けていくためにも本間さんにカンパをいただけると嬉しいなということではいチャンネル登録といいねよろしくお願いします